さてか、元三井物産タイ駐在員のタリアロンです。今週の4月13日から15日までですね、タイ全土でお祭り騒ぎが開催されます。でこれ何かというとですね、ソンクランというふうに言いまして、水かけ祭りと言われるですね、タイ最大規模の祝日が開かれます。私もですね、以前はまあこんな格好で参加しましてですね、今年も一応参加予定になってます。このソンクランの時期にはですね、首都バンコクだけではなくて、本当にそのタイ全土で人に対してですね、水をバーってかけるっていう、まあ、ちょっとそういう狂った祝日になってます。でさらにこの大騒ぎっていうのはですね、隠れて怒られるわけじゃない、タイ政府公認なので、本当に街中でもう人に他人に水をバシャ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 かけて遊ぶっていうですね、まあ、一見ちょっと頭おかしいような、そんなお祭りになってます。なのでですね、この期間中は街中にですね、バケツが設置されまして、そこからこう水をですね、こう水鉄砲でシュシュってシュッと吸って、でそれを人にかけるっていうですね、なかなかなやばいお祭りになってます。その普通にですね、バイクで運転してたりとか、スーツで出勤する途中とかにもかけられるっていうね、まあ、そういうとんでもないお祭りになってます。まあ、この頭のおかしさ、ちょっと伝わりましたでしょうか。こんなお祭りなかなかないんで、外国からもですね、結構観光客がこの、ソンクラン目当てタイを訪れる人すごく多いんですね。観光客で盛り上がりまくるだけではなくてですね、タイ人も当然盛り上がるわけですよ。バンコクで言うとですね、バックパッカーで有名な聖地カオサン通りっていうのがあるんですけど、水鉄砲を駆使した水かけ合戦も大々的に行われるわけですね。でさらにパレードなんかも行われます。僕ら歴史みたいなのを表現したですね、まあ、ちゃんとしたパレードみたいなものを街中で展開されたりとかして、国中を挙げてのもうお祭り、それがソンクランなんですね。象でですね、有名なアユタヤ、こちらでもですね、象の鼻からこうプシューって放水して人に水をかけて、みんなこう騒ぐというか、まあ、おばす楽しむっていう、タイ全土でもめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。これがソンクランです。あなたからするとですね、なんで他人に知らない人にですね、水かけていいのっていう、ちょっと不思議に思うと思うんですよ。なのでですね、タリアもちょっと調べてみました。もともとソンクランっていうのは、まあ、新年を祝う行事だったみたいですね。ソンクランという言葉自体もですね、タイに影響を与えた、仏教の言葉であるサンスクリット語で、映るという意味があるみたいですね。太陽がですね、こう一周する軌道に牡牛座が、やってくるということを意味するみたいですね。でこれどういうことかっていうとですね、年が終わって、牡牛座っていうのは1年の始まりの星座なので、1年の年が終わってですね、新しい年がやってきたよと、そういうことを意味してます。その新年っていうのが4月の13日からですね、15日っていうのを意味するみたいです。でこの問題のこの水をかけるっていう行為なんですけど、これはですね、相手に対して敬意を表します、尊敬していますっていうことを表す意味みたいなんですね。仏像であったりとか、あるいはその年配お年寄りの方に水をかけることによって尊敬の意味を表すということで、伝統的な行事ではそういったことをしています。なのでですね、実はこの水をかけられても、例えばバンコク市内で水をかけられてもですね、怒っちゃいけないんですよね。ははって言ってですね、かわすぐらいがちょうどいいというふうにされています。まあ、なんでかというとですね、やっぱりその水をかけられて尊敬されてるっていうことなので、そういう意味合いを持つお祭りですので、まあ、ぜひですね、かけられた際には怒らずに笑顔でかわしていただければと思います。しかもですね、この水をかけるっていうのはタイのですね、季節とも少し関係してまして、タイはですね、3月から5月っていうのは一番1年の中で暑い時期に当たるんですね。なのでその一番猛暑というような時期にこの水をですね、バシャバシャバシャってかけることによって、この暑さをね、しのぐっていう、和らげようと、そういう気持ちもあるみたいです。タイ人にとってはですね、結構こうやっぱり大事な、行事としてですね、実は人によってはもちろんその実家に帰ってですね、仏像であったり、あるいはその自分の年配の方に対して、まあ、贈り物をしたりとか、聖水を、両手にですね、こうかけてあげたりとか、そういったようなことっていうのもやったりします。伝統的なですね、ソンクランだと間の間にですね、仏像であったり年配の方、あるいは、僧侶ですね、お坊さんに対して、聖水をかけるような儀式っていうのを行われます。まあ、例えばこれ見ていくとですね、4月の13日、これまあ日本でいうところですね、大晦日みたいなもんなんですけど、この大晦日にはですね、過ぎた年に感謝する日ですよね。まあ、日本の大晦日とちょっと似てますけど、仏像がですね、町の至るところに運ばれまして、でその仏像に対して一般の人たちがこの水をかける、聖水をかける、そういう日になってます。2日目のですね、4月14日、これはですね、古い年から新しい年に行くまでのこう期間ですよね。大晦日と元旦の間みたいなイメージですね。お坊さんにですね、捧げ物なんかをしたり、その一日中ですね、そういう水かけが行われるっていうのが4月14日です。で最終日のその4月15日でこの日はですね、元旦ですね、日本でいうところの元旦のお坊さんにですね、お供え物、こういったものをしたり、魚とか鳥を放つっていう式っていうのも行われます。
ソンクラの面白さ分かってもらいましたでしょうか。結構ですね、タイ文化にしっかりとですね根付いた儀式になってます。ぜひですね、訪れた際にはですね、参加されてタイのですね文化の奥深さであったり面白さというのを本当に体で味わってもらえればと思います。でその際にはですね、ぜひ注意いただきたいのが防水パックですよ。水鉄砲、これは必須。これを購入してぜひ街に繰り出してやってみてください。もう誰でも参加できるお祭りになってます。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルはですね、歴史のなぜを深く追求するようなチャンネルになってますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではタリアノでした。バイバーイ。